お疲れ様です即歌塾の限定動画をご覧の皆様12月になったんでね今年の12月になったらこれをお話しますよって言った例の件覚えてますかねあのインターネットのなんか闇世界ってやつですよねこれ1年間かけてまたまとめたメモがだいぶ溜まってきたんでお約束通り12月に公開しようかと思います、まあ、公開っつっても皆さんのミニミニに届くように するだけであって一般公開はしないいと思いますけど、ねでまあインターネットの闇って皆さんもご存知だと思いますけどもダークウェブっていうのがあったりもっと言ったらディープウェブとかね、うん、そういうのがあるんですけどもそのグーグルの検索でたどり着く部分っていうのは、まあ、いわゆる URL のたった1%弱なんですよねで残り99%以上の部分っていうのは、まあ、ほとんどの方にクローラーとか検索でたどり着かないようになってるわけですよ まあ今この音声もうん限定動画でお届けしてますんでまあ検索でたどり着くことがないという意味で言えば、まあ、ディープネットとも言えるんですよねでそのディープウェブとかね、えー、その辺でダークウェブとかいろんな言い方がありますけどもここではね、えー、そうですね、まあ、ディープウェブとダークウェブそして普通のインターネットって3種類に分けてお話ししましょうか で、えー、Google のクローラーとか情報を集めるプログラムう、Bing とかね、様々ありますけども、こういうので誰でもたどり着けるインターネットの世界っていうのは本当に限定的で、わずかなんですよね。あとはね、特別なブラウザを使って検索することになるんですけども、その場合、HTTP とか、HTTPS ではなくなってくるんですよ。えー、じゃあ、どのように検索するかってことは、これはちょっとね、お話しできないんですよね。えー、ちょっと精神的にも、それから、 物体的にもリスクをかなり押し付けることになりますのでこれはねあの別の誰かから聞いてください私の方からは誰にもお話しすることがないと思いますで、えー、そんなにね危険なものとかの危なっかしいものだけじゃなくてそうですねその一つの会社企業が社内向けにインターネットっていう,うこのイントラネットっていうんですけどね そういったツールを使って社外に漏れないようにクローズドのマーケットを作ってるものがそのダークウェブとも言えるんですけどもそのダークウェブのね本当にヤバいやつっていうのは後でお話しますけども必要に迫られて作ってるものもあるんですよまあ例えばね中国とかロシア北朝鮮という国では当然 Google の検索っていうのは通用しないんですけどもでもね Twitter にしても Facebook にしても そういう風なね、規制された国でも検索できるように作っているブラウザーもあるわけなんですよ。まあこれについてはちょっと動画概要欄につけておきますね。ダークウェブ版ツイッターね。ダークウェブ版フェイスブック。まあこれはツイッターとかフェイスブックって会社がもともと用意してるんですよ。でも、情報通の方とかね、それからツイッターを一生懸命使ってる方でも知らないでしょ。ただ情報取りに行くところが違うと、まああの、限られた 世界とかか景色しし見えないまままままそのまま行ってしまうんで、えー、勘違いしたままいろんなことを判断してしまうってことにもなるんですけどもまあけどたくましいのはね今中国ですけどもそれからロシアこういったあの VPN じゃなくってダークウェーブ版ツイッターとかダークウェーブ f フェイスブック利用して情報発信してるんですよねそれはね本当に頼もしいなと思いますどちらかというと情報が検出されてない国なんてのはこういうのは使わないんで知りもしないしそんなものがあることも分かんないと思うんですよ さああじゃあ次はねダークウェブ上で行われている違法行為についてお話しようかと思うんですけども当然ですけども通常のインターネットで検索してたどり着くところには、まあ、当局の目も行き届きやすいということで、まあ、危なっかしいわけですよですんでダークウェブではどんなことが行われているかというと違法商品の取引ですよね、まあ、その中の大半が違法薬物になってますその他にもまあ昔から古典的にあるものとしては偽造の証明書ですね 免許証とかパスポートこれがね本物とイコールのものが作られてますであと偽札もあるんですよあとは盗難品とかも販売されてますねで表の世界では完全にブラックな商品が平然と今この瞬間も取り引されていてまあ私もアクセスすることができるんですけどもまあそこにログが残るだけでも危ないんでねアクセスはしませんけども <laughs>、うん、あとはねまあ当然ですけどアダルト商品とかハッキングに利用できるセキュリティホールのー、まあ、情報とかね だから特定の銀行にハッキングするようなやり方とかもそこに載ってるんですよ、まあ、だからノウハウがない人でもそこに入れば、うんまあ、そういうね違法行為ができるということなんですけども、うん、だからこそリスク高いんでそういうことには興味を持つぐらいにしといた方がいいかなと思いますもういろんなところでね、あのー、巻き込まれかねないですからねだからやってもいないのにそれを知ってるっていうだけでログインしただけで えー、共犯だというふうにされても危なっかしいですしそれがね当局によって共犯とされてるのも怖いんですけどもそのいわゆるね危なっかしい組織に対してお前も仲間だよねっていうふうに目つけられるのも怖いわけなんですよはい、えー、そしてですね対抗勢力とかに勘違いしてまあアサシン暗殺されるってこともありますしまあここではねあの安倍総理の、まあ、最後の模様があるじゃないですかあれについても全く別の 見解と言いますか別のお、まあ、事実と言っていいのかどうかな、うん、そういうこともね、あのー、見ることができますけども当然私は見てませんあの見るだけで、あのー、何ですかね仲間と思われても危ないんでねそういうものがあるということだけは知っていますよでここでの決済っていうのはあれなんですよ仮想通貨なんですよ特にね主にはモネロっていうのが使われてますこれ完全匿名でやり取りできるんでダークウェブの住人にとってまあ本当に 一番いい通貨なんですよねビットコインはね有名すぎてダメなんですよイーサリウムとかねうん XRP とかねただからモネロぐらいがちょうどいいというよりもモネロはそのために作られたんじゃないかなというふうに思われてるぐらいですよねモネロなんてあんまり効かないですよまあでもそこそこの取引量を出してるわけですよつまりは巨額な決済がモネロによって行われていてよく観察してるとモネロってね通貨の価格安定してらせるはずなんですよ まあもちろん大崩れする時もありますけどもその大崩れっていうのはうんまあだからねもしかしたらテロリストがミサイルやうんなんか核融合炉を買ったとかね予約したみたいな感じで動いてるのかもしれないですねでまあいろいろと難しそうな世界のことなんですけどもたどり着くのはそんなに難しくないんですよ まあ、グーグルのブラウザから、ある特定の HTTP じゃないところに入っていって、まあ、そこからアクセスするっていう方法なんですけども、だからそれをしたものっていうのは、まあ何が持ってるかね本当わ分からないんで、あの、私もちょっとお知らせはしません。私がね、拡散元になるとね、もうなんかいろいろと危ない、危なかしいことになっちゃいけないんでね。うん。だから私もペーパーで知らされてはいるんですけども、その、メールとかで添付して送られてくる,るってことはないですね。で、えー、一つ、先ほど、偽造証明書が、 そこで作られてるよってことはね本物とイコールだよってことをちらっとお話したんですけども多分私のところに、えー、まあダークウェブ上で取りきされてる商品でそんなものはないんですかっていうふうに興味をお持ちの方が多いのはこの偽造証明書に関してでしょうねまああの想像つくと思いますけどもパスポートとか免許証っていうのはあの通常のパスポートや免許証を取るよりも非常に簡単で、まあね、どこにも行かずに在宅で1週間ぐらいで 取れちゃったりすするわけですよしかもこれね税関通っちゃったりとかあらゆる証明書と本当イコールなんでもう、まあ、なんでこう安々と偽造品ができるのかなと思うぐらいうんまあ不思議な世界ですよで偽造証明書なんですけども時にはね本物と本当にまごうことないっていうか本物以上の効果を出しちゃったりするんでうんなんでこんなことが本当まかり通るんでしょうかねうん、まあ、価格は偽造の難易度とか 対象の国とか、ね、発覚の可能性とかによってだいぶ変わるんですけどもまあでもそんなにね驚いた金額じゃないんですようん、まあ、例えば日本の ID とか証明書っていうのは利用価値がすっごく高いんで作成難易度も高いんですがあやっぱり価格も高くなる傾向にありますであと発展途上国の ID っていうのはね、まあ、結構安いっていうのは想像できると思いますけども うんそうですね、具体的な例をちょっとメモってあるんで、これ読み上げましょうか、アメリカの運転免許証は、なんと200ドルなんで、3万円もしないんですよ、これ、実際に免許取るよりも簡単でしょ、うん、しかもこれ、1週間ぐらい取れますからね、それこそ、うん、免許センターとか、あの運転教習所ですか、行ってらんないですよ、こんなものがすぐ取れたら、あと、イギリスの免許証もちょっと出てるんですけども、これね、ちょっと高いんですけども、でも5万6千なんですよ。 で、ドイツの身分証明書、これもカジュアルに取れちゃったりするんですけども9万8千円なんですよね700ドルぐらいですからで、ドイツの身分証明書とかをやっぱりこう専門で大量に作ってる人がいてまあなんだったらね一 <laughs> つの町単位で取っちゃったみたいな例もあってちょっと恐ろしくないですかってことなんですが、うん、まあこういうところからねあの実はあれなんだっ,たっけな、うん、メタバースみたいな発想も来てるんですよ でバーチャルで身分証明書を作るわけですから世の中に存在しない人間をもう作ってですねその人の身分証明書を作ってるわけなんですよじゃあこれはなんか本当に違法なんだろうかっていう問題なんですよねただ存在してる人の身分証明書の偽造だったらこれは問題が多いですけども存在してない人の身分証明書なんで、まあ、だからね昨年とかおととしすごく流行ったのは「鬼滅の刃」っていうアニメがあったらしくってそれがブレイクしちゃったんで そののの登場人物物身分証明書をドイツ製の本物作っっちゃってるんですよでも実際に身分証明書があっても人物が存在してないみたいなんでねこれもなんかマニアの方がね随分こう転売したりとかしてでドイツの身分証明書はなんか極端に高いという9万8000円相当ということになってますけども、うん、なんか珍しい現象ですよね。 あとリトアニアっていう国ですけどもご存じない方もいると思いますけどもここのパスポートは19万6千円で取れるんですよねちょっと高いんですけどもねここはでデンマークのパスポートはこれ32万円ぐらいするそうなんですよ、うんまあ、これもねやっぱこうドル円の相場とかで変わっていきますけどもおおむねこんな感じで、まあ、あのすごく面白いなと思ってるのがアメリカの運転免許証がねあのかなりカジュアルに取れちゃうっていうね2万80003万円もしないというね でこれれは結構作られてるそうですというのがアメリカの運転免許証を持つことによって、まあ、身分証明書がもうすごく簡単になるわけなんですよねだから実際に運転をするために取るわけじゃなくて身分証明書パスポート以上に簡単に取るためにえそしてあんまり疑われないんですよ運転免許証ってあのパスポートみたいにね、えー、税関取るわけじゃないんでえそれこそ街中で歩いてて「お前国籍ど,れどこだ?」って言われた時に「これです」って出せば、まあ、フリーパスみたいなね見て本当に目視で23秒でしか確認しないんでね あと偽造紙幣ですかね次に皆さん興味あるのが偽造紙幣は、まあ、世界各国取り扱っていてなんかルパンサイサのカリオストロの城状態なんですけども、うん、コピー防止用の特殊加工も再現してるんでいやこれはね本んにねえー、と当然紙幣を作る人がいるってことは人間が作ってるものですから他で同じようなものを作れるのはまあ道理にかなってるんですけども。 うん、ただ問題は価格ですよねえー、っとね例えば1万ユーロ,ユーロですねユーロ1万ユーロは日本円で10万円ぐらいで販売されてるんですよだからいとも簡単に金持ちになることができるというでこの偽造紙幣ってのはあの自動販売機も通りますしチェックがほとんどできないんでうんなんかねもしかしたら偽造紙幣が世の中に溢れてるのかもしれないですね で当然アメリカドルとかも多いですしポンド紙幣も流通していても歯止めが効かないと要するにいろんな偽札を発見機でも,もうう通用しないんですよ通過しちゃってうん、まあ、困ったもんですよねだからもしかしたら皆さんのご利用のコンビニから出てくる ATM から出てくるねお金も一万円札ももうすでに偽造かもしれないんですよ それは機械とか、ね、専門家でも分からないわけですからで、まあ、いわゆるね偽物を作ってるんじゃなくて本物を作ってると言ってもいいですね、えー、それからアダルトコンテンツの話もあるんですけどもねこれはさすがに限定動画といえどもうーんちょっとこう制限される可能性がありますんでキーワードだけ言っときましょうかキーワードねマジカルオニオンとかねプレイペンっていうのがまあその筆頭を書くじゃないですか あとはまああと請負いサービスソフトウェアこれはね割とお使われてますねあの日本の優良企業の間でもまあサービスとかソフトウェアっていっても大物の世界で取り扱えるようなもんなんでうんなんかねコピー品ですとかああいった類のものもあるんですけどもまあそうですねうんまあある海外のハッカー集団は数万円で Gmail とか Facebook とかをおまあ乗っ取ったりとかね それから SNS を使ったウェブメールアカウントのパスワードをこう盗んできてるわけなんですよなんかよくね a c e b o o k とか Twitter 使っててあの、まあ、おかしな広告とかたまにクリックすることがあったりとかねあると思うんですけどもあれで抜かれるんですよ <laughs> あ,れあれだけで <laughs> あのひどい時はねカーソルを上に置いただけで抜くっていうのもありますからねだから本当こう定期的にパスワードなどを変更するとかいいかなっていうところはありますね でターゲットのサーバーを機能不全にする DDoS の攻撃とかもあるんでこれはね15万円ぐらいで受け,取受け取ってくれるそうなんでなんか誰かに嫌がらせしたかったらね、えー、そういう風に発注することもあるらしいですよんーで DDoS の代行サービスは昔は結構氾濫したんですけども最近は Google の検索結果では完全に排除されて出てこないということでございますでもまあちょっとねここはあー このぐらいいいは言ってもいいかなと思うんですけども探さないであげてくださいであとパソコンを乗っ取って身代金を要求するランサムウェアっていうのが、まあ、今でもあるんですけどもこれはね10万円ぐらいで発注できるそうですですので10万円コストかけて、えー、身代金をね、えー、何百万っていう風に要求することで成り立ってるそうなんですけどもねしかもこれはツールまでね販売してるんですよ販売されてるんですよ あとはそうですねあの人の命をねあの取ってしまうようなそんなサービスもあるみたいですもう本当物々しいですよねじゃあ一体どのぐらいの金額で請け負ってるのかというと大体こう4500万からまあ人によっては1億円前後みたいですけどねだからセキュリティを破ったりとかリスクが高かったりとか、うん、現場に行くのにコストがかかったりとかによっても変わるわけですよ でここを請け負ってるサービスの名前はちょっととてもじゃないけども言えませんけどもね、うんまあ、国によってもちょっとコストが変わってきてうんああでもこういうのもありますよ、うん、あの何て言いますか私はね確認したことはないんですけども、えー、レッドルームっていうのがありますんで、えー、もしレッドルームね <laughs> 多分グーグルにも出てくると思うんでレッドルームで検索して、まあ、興味があってしょうがないっていう方はね、まあ、こんなやばい世界もあるんだってことを確認していただければと思います であとは個人情報ですねあの個人情報が流出なんていうのはもう耳に聞き慣れたぐらい出てると思いますけども、えー、個人情報は流出した後こういったダークウェブでやり取りされています大体だいだい相場がね1人分が1ドルぐらいなんですよで私も個人情報の、えー、購入を勧められたことがあったんですけども1アカウントという言い方するんですけども1人の個人情報に対して当時は1円から3円でしたねで出元があの東京テレビでした 東京テレビから販売が勧められましたね <laughs> だから東京テレビさんはそのお昼の時間帯でなんか掃除機とか電気ガンはプレゼントみたいなキャンペーンするんですよでそこで応募してきた人のデータがなぜかねうんなんかインフルエンサーの方に販売されているというただしただしですよ東京テレビを語った全く関係ない業者かもしれませんので私は購入していませんから分かりませんので、ね、ただそういうふうなおすすめがあったということでございます だからねこれね東京テレビが売ってるのかそれとも東京テレビを語って適当なものを売ってるのかそれは、うん、実際に取引してみないと分かんないでしょうね、えー、その時はね150万ロットでしたね150万人分の、ま、個人情報住所とか家族構成とかあ年齢とかねそういったものがひとまとめになって、えー、なんか3円とかで売られてたから150万件なんで、まあ、450万円っていう単価でしたね最低140450万円と。 まあ当然まあお金がなくて買えなかったってところもありますけどもあのそれだけ多くの人のね個人情報を手に入れる勇気はなかったですよねはいまああの入手した後転売すればいいみたいなね、えー、働きかけもあったんですけども、まあ、それやったら完全にアウトじゃないですかでそこまでの興味もないんでねうんであとはねなんかオンライン講座のログイン情報も売ってるみたいなことがあるんで恐ろしいですよね うん、口座残高によって販売価格が決まってるそうで例えば口座残高が、うん、400ドルから1000ドルのおオンラインログイン情報っていうのは20ドルから50ドルで販売されてるらしいんですよ、うん、あとはちょっとメモを読んで言うとですね5000ドルから8000ドル入ってる口座の情報は、えー、200ドルから300ドル2万3万とかね4万5万ですか今のレートで言ったら4万5万くらいで売ってるというね 4万5万ぐらいで8000ドル、まあ5000ドルから8000ドル手に入っちゃうと、うーんまあなんかね、なんとも言えないですね。だからこういう世界があるんだよってことを知ってるから、より自分の防御力を高めていかないとなと、頭を使っていかないとなとか、時には体も鍛えていかないといけないし、うーんまあ様々なね防御力をつけていかないといけないかなと思うわけなんですよ。だからこれをね、あの不正に利用してやろうと思って、 あの皆さんんにお知らせしてるわけじゃないんですよこういう危なっかしいところに私たちはスマートフォンを持ってる鍵いるんだよってことなんでいつ何が起きてもね本当おかしくないっていうかね危険なんでいつも、うん、自分自身もそうだし周りの人を守れるぐらいの力をつけていかないとやられても誰も守ってくれませんしどこからも賠償されませんからねもうそもそも操作がここまでの、うん、高いレベルでできないですからだからもうお手上げ状態なんですよ。 とということを、ね、お伝えできればと思いましていろいろとお話ししてましたまだまだね話して、えー、もういいことはあるような気がしますけどもそれはまた別の機会にしましょうか20分ほどになりましたんでね、うん、あの皆さんもこうやって私の情報を受けてる限り、えー、いろいろと情報にアンテナ張ってると思いますんでアンテナを張るってことは、ね、向こうからも見えるってことですからねこちらから覗いてるってことは向こうからも覗かれてるってことですからねだからまあ あの自分の終えるリスクの範囲で好奇心を持っていただいてください、えー、いただいてくださいって変な言い方ですけどねあ,のあまり桁外れな好奇心は持たない方がいいですしあまり遠くに行かない方がいいと思いますじゃあ以上です